松本人し敗訴という流れ。弁護士の福永勝成氏は3月28日、自身の YouTube チャンネルに投稿した動画で性加害報道をめぐる。松本人しが週刊文春発行元の文芸春秋などを相手取って開かれた同日の裁判について分析した。文春側弁護士は、a 子さん B 子さんの出廷はないとしていることについて、 福永氏は、被告側、文春側にとって、かなり不利な事情と語り、記事の真実性の立証については、真実書しか出せない、英子さん b 子さん側に比べて、松本さんは自分で出てきて、英子さん b 子さんが言ってることを、どこが本当でどこが違うのか、具体的に法廷で喋って、矛盾なく合理的に説明できれば、真実性の論点に関しては、松本さんが勝つ可能性が結構あると、松本側が有利と語った。 一方、真実であると信じるべき正当な理由や根拠があるという、真実相当性の立証については、必ずしも A 子さん、B 子さんが法廷に来る必要はなく、文春側の記者や編集者を連れてきて取材内容を証言することで対応が可能と福永氏は指摘する。 それを踏まえて、今のところ真実性は認められないけど、真実相当性は認められて、松本さんが敗訴という流れが大きな枠として考えられると分析した。ただ福永氏は、松本が裁判で負けても、テレビ復帰の可能性はあると指摘。松本さんの社会的評価って意味では、裁判は負けちゃうけれども、真実性について、松本さんが成果外したことが真実であるという認定はもらわずに済むので、 裁判で負けた場合にも、結局、そこがうやむやにさえできれば、文春側が間違った取材をしてしまって、だけど、取材の仕方が丁寧だったから勝った、というようなストーリーを作り上げることができれば、再び松本さんが社会テレビに復帰しやすいみたいなことは、もしかしたらあるのかもしれないと述べた。裁判の期間については、今回、松本さんは和解の可能性もないという話を現状しているので、 その方針が続くのであれば、ここから1年前後ぐらいで承認尋問をやって、さらにそこから半年とかで判決ぐらいなので、来年の秋とか冬とかに一審判決出ればいいかなぐらいですよね。それだけ休むと、なかなかテレビには戻りにくいなと思うんですけれどもと推測している。視聴者は女性が証言しなければ、松本さん有利なんですねと説明に納得する声のほか お笑い芸人が裁判で勝つ負けるってのは、その時点でもうアウトだと思うと、松本の芸能活動復帰は厳しいかもしれないと考える視聴者もいた。と、毎日が報じている。松本人氏は敗訴という流れだが、テレビ復帰の可能性は意外とある。弁護士の福永勝成氏は、 3月28日、自身の YouTube チャンネルに投稿した動画で聖火害報道をめぐる松本人志が週刊文春発行元の文芸春秋などを相手取って開かれた同日の裁判について分析した。文春川弁護士は、A 子さん B 子さんの出廷はないとしていることについて、 福永氏は、被告側、文春側にとって、かなり不利な事情と語り、記事の真実性の立証については、真実書しか出せない、英子さん b 子さん側に比べて、松本さんは自分で出てきて、英子さん b 子さんが言ってることを、どこが本当でどこが違うのか、具体的に法廷で喋って、矛盾なく合理的に説明できれば、真実性の論点に関しては、松本さんが勝つ可能性が結構あると、松本側が有利と語った。 一方、真実であると信じるべき正当な理由や根拠があるという、真実相当性の立証については、必ずしも A 子さん、B 子さんが法廷に来る必要はなく、文春側の記者や編集者を連れてきて取材内容を証言することで対応が可能と福永氏は指摘する。 それを踏まえて、今のところ真実性は認められないけど、真実相当性は認められて、松本さんが敗訴という流れが大きな枠として考えられると分析した。ただ福永氏は、松本が裁判で負けても、テレビ復帰の可能性はあると指摘。松本さんの社会的評価って意味では、裁判は負けちゃうけれども、真実性について、松本さんが性加外したことが真実であるという認定はもらわずに済むので、裁判で負けた場合にも、 結局、そこがうやむやにさえできれば、文春側が間違った取材をしてしまって、だけど、取材の仕方が丁寧だったから勝った、というようなストーリーを作り上げることができれば、再び松本さんが社会テレビに復帰しやすいみたいなことは、もしかしたらあるのかもしれないと述べた。裁判の期間については、今回、松本さんは和解の可能性もないという話を現状しているので、 その方針が続くのであれば、ここから1年前後ぐらいで承認尋問をやって、さらにそこから半年とかで判決ぐらいなので、来年の秋とか冬とかに一新判決出ればいいかなぐらいですよね。それだけ休むと、なかなかテレビには戻りにくいなと思うんですけれどもと推測している。視聴者は女性が証言しなければ、松本さん有利なんですねと説明に納得する声のほか、 お笑い芸人が裁判で勝つ負けるってのは、その時点でもうアウトだと思うと、松本の芸能活動復帰は厳しいかもしれないと考える視聴者もいた。松本人志側の被害女性の特定要求は、褒められた手口ではない元、週刊文春記者が苦言。戦略なんだろうけど、元、週刊文春記者の赤石慎一郎氏と神野博之氏が4月1日、自身の YouTube チャンネルを更新。 松本人志が性加害疑惑を報じた。週刊文春発行元の文芸春秋などを相手取り起こした訴訟で、松本側が被害を訴えた女性の名前や住所などを求めたことを批判した。裁判が28日に始まったことを受けて、赤石氏は松本さんの弁護士は、最初の声明では性加害について言っていたはずなのに、名誉毀損とずらしている感じもある。 松ちゃんの戦略としては、世論感情、アンチ週刊誌、文春感情に訴えようというところで、名誉毀損を成立させようという戦略なのかもしれないと分析。文芸春秋側の弁護士について、珍しく怒ってましたね。A 子さん、B 子さんを明かせってことに対してねと、あまりこのような要望を出すケースは少ないと明かし、言い方が難しいですけど、あんまり褒められた手口ではないなと思うんですよねと、見解を述べた。 赤石氏は、そもそも LINE の話が出た時に、とうとう出たねって松本さん言ってるわけじゃないですか。そうすると、その LINE を送った人が誰かってことは、小沢さん、スピードワゴンの小沢和弘なりなりなり、聞いてて知っててもおかしくない立場にあるんですね。それが誰だかわからないみたいな主張じゃないですか。弱者とか被害者に対しては非常に酷なことを言ってきていると苦言を呈した。 ジンの死はこれに似てるなって思ったのが、ある女性被害者が個室で性的な暴行をマッサージ屋さんで受けてて、隠しカメラで撮られてた。それが大量にあった。それを相手側の弁護士がその映像を公開するって裁判で言ったわけ。それひどくないですか加害の映像を今回の松ちゃん裁判の弁護士さんの相手の A さん、B さんを明かせっていうのは聞いた時にその件を思い出して、と過去の裁判と比較した。 若い獅子は A さん、B さんたちに対する誹謗中傷っていうのはネット上はすごい数があると思いやると、ジンの死は戦略なんだろうけど、見てて気持ちのいいものではないと批判した。視聴者は個人特定しようっていうムーブはネット受けがいい。まあ、本人が否認してて A 子言われてもいらんがなってなるよなぁと、松本側の狙いを推察している。